はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ブルーアーカイブ始めていきましょう。ブルーアーカイブ、今回はイベントストーリーやっていきましょう。ないです。うん、よし、今日もいい天気ですね。ようこそ先生。お忙しいとは思いますが、先生お待ちしておりました。ようこそ先生。お忙しいとは思いますが、それでもすごい。もう解決されたんですか？もう終わったのですか？先生、お待ちしておりました。早く一緒にパトロールに行きましょう。雨が足りない。出すときは本名は使わないんだよ。ここのコーヒーなかなかいい香りだ。先生お待ちしております。ようこそ先生。お忙しいとは。うん、よし、今日もいい天気ですね。どんどん。それぞれの学園との交流どうだ、今回は勝てるか。そうか。しましたね。これで安心して眠れるね。うん、雨降るの。認証完了。ようこそ。なんか瀬戸の憤怒なんかもやってる。
動きが激しいな。そういっても全然効かないぐらいのレベルが強くなっているな。勝ちました。先生、お待ちしておりました。ご丁寧な先生、さまざまな授業やイベントが準備され。こんな私でもいいの？ご丁寧な先生。今まで通り、いえ、これからもよろしく。ご丁寧な先生、さまざま。さすが先生なのだ。ご丁寧な先生、さまざまな授業やイベントが準備されているので。ご希望のスケジュールを選んでください。ご丁寧な先生。
ご丁寧な先生、さまざまな。ここでは先生がスケジュール。ご丁寧な先生。ようこそ、先生。お忙しいとは思いますが。ようこそ、先生。もう終わったのですか？今日のお仕事はこれでおしまいですね。ようこそ、先生。お忙しいとは思いますが。先生、お待ちしており。あっさりと終えられましたね。ようこそ、先生。お忙しいと。先生、お待ちしておりました。早く。お待ちしておりました。じゃあ やりますか、イベント。船外協へよくぞ参った。先生、月英祭を心ゆくまで楽しんでいくとよい。コーチ代行ということで行ってみましょう。剣舞紹介の物語ですね。
4時間おーいいな4時間ルミ。本当？体に合う装備。先生は何人いるんだ。いいな、キサキ。なんだこの服。雑、ちょっと雑かな。手が届かない。月開催っていうのをやる予定なのか。先生が、先生の仕業に違いない。先生のロリ心が、若返りか怒らせた。
そうだ、あ、疑われてる。さあさあどうする、今回ばかりは。どういうことだ先生、先生なんか隠してるよ。やっぱり先生の仕業なんじゃ。ピコ七宗神、知ったのかい。おお、月英祭では数多の物語が交差する。興味があるのならこれを機に調べてみてはどうじゃ。玄武商会は月英祭に乗じて外部と交流を深めようとしておる。門主として特段立場を表明しておらぬ。源流門と源武商会どちらに非があるものか。すまぬ先生、門主といえども全てを見通せるわけではないのじゃ。じゃあ02桃源郷へ。以上。
Thank you.
そうなんだ。お、なんだ？大火炎。はい。なんでだろうな。
どういうことだ？やばいな。まあな。山猫。いや、山君。山猫。これはココナだ。
嬉しいね。
うん？押さえてる。裏切り？はい、ああなるほど。え？なんだ俺。ロボット？うん？帰る？
万年人。私が先頭に立とう。場所を変えましょう。はっ、やっ、回収一色。勝負はここからです。未来のために。さらばだ。くらえ。勝負はここからです。さらばだ。やっ、抜本極限。勝負はここからです。もう一度とお別れだ。抜本極限。勝負はここからです。さらばだ。抜本極限。やっ、雨が降りそうだな。そうだ。勝負はここからです。さらばだ。私はただ今を噛みしめているだけさ。
取れた。なんだこれ。
これ負け戦？ようこそ先生。まもなく月星装置が完成されます。大丈夫だよな、負け戦だよな。とりあえず始めてみます。大事に使ってくださいね。この私の勝ち。
してる。来てくださってありがとうございます。仙外教が誇る月栄祭をご堪能ください。ということで、前編ここまでとなります。よろしければチャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。月栄祭こそ玄武商会の腕の見せ所です。先生はゆっくりなさってください。